はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ、新年一発目ですね。2020年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。で、今回テーマが学生という武器を使わない手はないというテーマで喋っていきます。まあ、小学生から大学生まで、まあ、特に今高校生大学生なんて方には特に聞いてほしいところなんですが、小中学生の方も将来ね高校生大学生になっている方多いと思いますので、ぜひね聞いてってもらえたらと思います。あとは親御さんとかもねちょっと知っといていただけると嬉しいですね。で、何かっていうと、あのね、学生っていう肩書きあるでしょ。肩書きね、まあ、みんな学生じゃんか。肩書きってめちゃくちゃ武器なの。恐ろしいぐらいの武器になります。これ例えば一番と例えとしては、例えばまあ高校生とか大学生がね、ある会社に興味がある、ある企業に、ね、興味があって、そこでちょっと勉強させてほしいみたいな、ちょっと中を見学してみたいんですけどとかっていうのは、実はこれ学生って結構許されます。もちろんそこにはちゃんと説明しなきゃいけない。ノリでちょっと見たいんですけどお邪魔していいですかみたいな、もちろんそんなん誰だこいつってなるんだけど、こういう目的があって、将来こういうことがやりたくて、こういうことが知りたくて勉強したいんですけどダメですかみたいな、そこに本気っていうものと情熱っていうものがあったらかなり伝わりやすいです、学生っていうのは。しかもそれが、まあ、大人というか企業の方、まあ、自分ら個人でね働いてる身ですけど、やっぱり応援したいなっていう気持ちがどっかにあるの、学生に対して。だからいいよ、おいでって、これ何日のねこの時間ならせたの、なんだろう、案内できるからみたいなことをしてあげられます。でもこれが社会人になった、まあ社会人じゃない、学生を卒業して学生っていう肩書きがなくなった瞬間にかなりハードルが上がる。それが OK がもらえなくなるんです。例えばじゃあ大学を卒業してどこにも就職せずにフリーターしてるとしましょう、ね、で今フリーターしてる状態で同じお願いをしても、えってなるんだよね。これなるんだよ本当に。で、おそらく、まあ、みんなのお父さんお母さんに聞いた時に、あ、そうそうそうって言ってもらえるか分かんないけど、10人ぐらいの大人に聞いたら 2,3 人の方はそうなんだよって言ってくれると思うってぐらいに、学生を終えた人たち、自分も含めて終えた人たち、特に社会で働いてる方はすごくその実感があると思う。そして学生の時にそういう風にしておけばよかったなっていうのを感じてる方も多いはずです。で、何が言いたいかっていうと、別にさ会社にさ訪問するの怖いよとかめんどくさいよ興味ないよっていう方もいると思うんで、会社に訪問しろっていう話をしたいんじゃなくて、学生の時に何かを勉強したいとか、何かを知りたいとか、何かのできるようになりたい、知識を増やしたいっていう欲求を大事にしてほしい。それは数学とか国語とか英語っていうそのね学校で習う教科、そういう学問に収まらなくていい。何かを学べ、何かをする方法とか、何かの知識とか、学校で教わる内容じゃないところの部分でも、それにさ特化してる会社とか、まあ、個人でもそうだよね、まあ、いるわけじゃんか。だから例えばさ、自分のところに将来教師になりたいっていう人の相談って結構来るのね。で、教える時のポイントを教えてほしいんですけどみたいなのもあったりする。で、もちろんたださ一言教えるポイントを教えてくださいって書いてあっても、まあ、忙しくなかったら返すけど、忙しいこともやっぱ多いので、うーんってなっちゃうんだけど、でも結構長文でさ、将来こういう仕事がしたくって、こういうふうに自分は今こういうのが足りてないからこういうのが学びたいんですみたいなのを書いてくれてると、そっか、じゃあちょっと時間取って教えようかなとかって思ったりしてメールで返したりもするの。やっぱりまあ、これは学生に限らないことではあるけれど、人の情熱とか本気ってすごく伝わりやすいのね。すごいさ、なんか話が飛んじゃって申し訳ないんだけど、例えばみんながさ進学したい学校があるとか、将来これになりたいっていう夢とか目標があった時に、親御さんに反対されやすいものってあるじゃん、まあ、今で言うと例えば YouTuber になりたいとかもそうだし、人気だとなんだろう、声優さんとか、まあ、芸能界とかもそうだよね。やっぱりさ、それを親に言った時にえって言われやすいじゃん、どうしても。まあ、声優さんとかもやっぱり今結構人気高いんだけどさ、親御さんからすると詳しければまあまあまあ頑張れって言ってくれるかもしれないけど、詳しくない方だったりすると、みたいな、声優みたいな言う方もやっぱり多いんだよね。そうだけど、そこにたださ、なりたいんだけどって言っても、ってなるけど、こうこうこういう思いがあってどうしても本気でやりたいのって反対する気持ちもわかるけど、でも頑張らせてほしいのみたいなことをちゃんと説明したらさ、やっぱり伝わるものってあるんだよね。それが1回で伝わんなくても2回3回かかるかもしれないけど、やっぱり本気とか情熱っていうのは伝わるものなんだよね。絶対じゃないけど、そこはね、そこは申し訳ない、絶対じゃないけれど、でも伝わるものもある。で、やっぱそれをうまく使ってってほしい。
これ学生に終えたらね戻ってこないんだよね。しかも例えば今俺がさ大学入ることできるわけ、普通に入試受けてねさもう一回入ることできるんだけど、入り直した学生ってあんまその武器ないの。俺が今34歳だけどね、34歳でどこどこ大学通ってますみたいな、行かせてくださいみたいな、まあ、なかなか難しい。やっぱりそのストレートで来てちゃんとね、ちゃんとっていうか小中高大ってこう上がってきた学生、若い時の学生だからこそっていう武器ってめちゃくちゃあるので、あのうまく使ってください。本当に今しかない、今しかないんだこれって、そうっていうのはすごく感じたの俺がね。俺大学の時にさ、まあ、学芸大行ってさ教師になりたくて学芸大行ったんだけど、まあ、途中から教師違うなって思って、で学校の勉強ってもちろん役に立ったけど、でもその教育のことしか学んでないじゃん。で座学だよね、授業座って授業を受ける座学しかしてないって、俺これでいいのかなって思ったの大学の時に。これを学ぶために来たのみたいな、まあ、学ぶこと大事なんだよ、大事なんだけど、せっかく親に行かせてもらって 学芸にね大学行かせてもらって 金払ってもらってさ、このレベルアップでいいのかなって思って、でいろいろ探して、でなんかたまたま縁があってね、なんだろう、自分でコンサルティングをやってる起業してる方と知り合って、その方にちょっとお手伝いさせてもらってたの。その方の会社のね、いろんな会社になんか会議とか行くからそこに同行させてもらって、会議の中でこう レジュメって言ってその会議の内容をメモしたりするの、パソコンで打ったりとか、それをやらせてもらってたので、当時意味わかんなかった、何喋ってるかよくわからないし、言ってる内容を頑張って打ち込んでるの必死だからさ、大したレベルアップはしてなかったかもしれないけど、でもあの経験って俺すごく刺激的だったし、だからこそ見えた視野があって、みんな視野も広がっていくし、で今のこうやって、まあ、この YouTuber に直接つながってるかどうかわからないけど、でもやっぱやってよかったなって思うんだよねごめん。そうだからみんながどう活かせるかって、活かし方っていうのはそれぞれ違うとは思うんだけど、ぜひ学生っていう立場だからこそできること、学べることってたくさんあるから、その毎日をね友達と楽しくウェーイってやることも大事、それもすごく大事なんだけど、学校っていう枠だけじゃないんだよ。これ中学生でもそうだからね、義務教育の範囲の方でもネットで調べて中学生で勉強させてほしいんですけどみたいなことができることだってあるんだよ、やってる方いっぱいいるから。だからぜひみんな学校つまんねえなとか退屈だなって思ってる方は外に視野を向けてください。自分が興味あること、一生興味を、それが続かなくてもいいんです、それを学んでみたら飽きちゃった、それでも構わない、それでもその瞬間勉強したことはめちゃくちゃ宝になるから、将来の。なのでそういった視野を持って2020年なんか邁進してもらえたらと思いますので、それでね今回喋らせていただきました。はい、ということでね、今回は学生という武器を使わない手はないというテーマで喋らせていただきました。2020年一発目どうだったでしょうか。で今年もね、毎週日曜日の8時に基本的に投稿していきますので、よかったらこちらのダラダラジオもお付き合いいただけたらというか、愛していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまたね、来週何か喋っていきますので、来週またお会いしましょう。今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です、ありがとうございました。